こんにちは、なつきです。はい、今回は最近買ってよかったものベスト10をやっていきたいと思います。はい、ということで10個ね、今回用意したので早速紹介していきたいと思います。そう、今日ね、今日じゃないけど、この間前髪を切ってもらって、今日は分けていません、前髪を。なんか久しぶりに分けてない気がする。はい、ということで、まあ早速やっていきます。レッツーゴー。はい、ということで、まず一つ目紹介したいと思います。まずこちら、じゃーん、こちらですね。前回のね、毎日メイクにも出てきたてるてるマスクフィットトーンアップエッセンス、ちょっと英語で読めない、合ってるかな、ですね、てるてるさんでございます。マジでこれ、あのね、本当に肌綺麗な人とかはもうファンでいらないっていうか、もうトーンアップもしてくれるし、カバー力もすごいあるし、もうめちゃくちゃいい。マジで下地いらないぐらい肌綺麗にしてくれる。最高。ミミがおすすめしてくれて本当によかった。ママも欲しいって言ってたから、多分3姉妹みんな多分使ってます。はい。で、2つ目ですね。これまたティルティル続きなんですけど、じゃーん、こちら。これ最近買ったではなくて、いただいたんですけど、この間 YouTube で出た韓国に行ってる時に、あのね、ユビンさんにね、いただいたコスメなんですけど、新作なんですけど、こちらマジでいい。そう、最近ね、なんかマスク外してもう OK って感じになったじゃないですか。だから結構外す時とか多いんですけど、外に行く時はマジでずっとこれ使ってます。ファンでやった方がチークとかが映えるなって思いました。なんか 下地だけでももう全然いいなと思ってたんですけど、この組み合わせ最高、お気に入りです。赤よりもツヤ感が出るらしいんですけど、もう本当にすごい。私の肌はティルティルさんでできております。3つ目はちょっとマジでへこんでるんですけど、こちらヒビプロです。これはですね、メンソレータムヒビプロ LP、 唇のひび割れにいいんですよね。私マジで唇がめちゃくちゃ荒れるんですよ。それでなんか女優さんとかも使ってるって TikTok で見たんで、これをずっと探してたんですよ。だけど薬局に全然なくて、でママにもこれが欲しいんだよねって話をしてたら、ママも薬局でいつも見てくれてたんだけど、どこにも本当にないから、ママが結局ネットで買ってくれました。確か Amazon で買ってくれました。これめちゃめちゃいい、マジでいい。私は寝る前と朝メイクする前に塗るんですけど、めちゃくちゃいい、おすすめします。もうだから最近これずっと使ってる。ヒビプロです。これ。山梨は薬局にないだけで、東京とかはあるのかな？よくわかんないけど、これおすすめです。4つ目です。じゃーん、こちら。こちらはですね、キュレルローション B です。これは乾燥肌？乾燥性敏感肌を考えてキュレルって書いてある。これは私、お風呂出た後にマジで全身塗るんですよ。量もいっぱい入ってるから全然なくならないし、ほんと毎日塗ってるのに全然なくならない。やばい、めっちゃホコリついてて最悪。ほんとに、お風呂出てすぐ塗るから、1階の洗面所に置いてるんですよ。場所移動しないからほんとホコリも溜まってて最悪。こちらほんとにおすすめ。私ベタベタするのが苦手なんですけど、これ全然しない。ほんとにしない。ローションタイプだからすごい伸びがいいんで、めちゃくちゃいいです。肌荒れを防ぐって書いてあります。夏が今から近づいてくるじゃないですか。私夏ベタベタするの本当に嫌いで、お風呂出た後ってめっちゃ暑いじゃないですか、夏って。もうその後にベタベタするって考えたら本当に最悪なんですけど、これ本当ベタベタしないからおすすめでございます。で、次 !1,2,3,5 個目じゃーん、こちらでございます。これ多分何回か紹介したことあるかな。エルジューダブリーチケアセラムヘアトリートメントですね。これはドライヤーする前に髪の毛に塗るやつですね。前回これ使ってるって言った。下に持ってってないからずっと捨ててないんですけど、モロッカンオイルを使ってて、最近これに変えたんですけど、これが2、3個目かな？
リピートしてるんですけど、マジで匂いがタイプ。本当に匂いがいい匂いなの。なんていう匂いなの？本当にわかんないんだけど。パッケージも可愛いじゃないですか、めちゃくちゃ。ブリーチもに効きます。私、ここインナーっていうか色違うのわかるかな？インナー？ブリーチ2回してるんですよ。だからちょっと傷んでて、本当に。なんで、ブリーチもにいいやつを買いました。ブリーチも気になってる方はぜひ、いい匂いだし、サラサラになります。はい、次ですね。6個目です。じゃじゃーん。え、何？ってなりますよね。こちらはですね、これ見ればわかるかな。モバイルバッテリーでございます。これはパパが Amazon で買ってくれました、僕これ。これは iPhone 13 2.5 回、これは 2.5 回充電できるらしいです。しかもめちゃくちゃ軽いの、これ。165g ですって。コンパクトで、本当にカバン？これはカバンちっちゃくないんだけど、たまにカバンちっちゃいやつ使う時があるのね。その時とかこれめちゃくちゃいい。本当に薄いし、コンパクトだから、場所を全然取らないの。こんな感じで3つのポートが使えるらしいです。これ結構便利ですね。はい、で次！これめちゃくちゃちょっとお高いんですけど、ミミも多分紹介したんですけど、じゃじゃーん！ヘアビューロン 4D でーす。マジでちょっと奮発しました。これミミにも2年前に誕生日プレゼントで私が買ったんですけど、マジで良すぎて。私も自分で買っちゃいました。もう本当になんか、この2回ブリーチしたところとかも痛みすぎて。前はリファ使ってたんですけど、リファじゃもうなんていうの？めちゃくちゃ綺麗にストレートにならなくなってきちゃって、ちょっとお高いこれを買いました。なんか 4D、7D、あ、違う、3D、4D、7D、今 24D とか出てるらしくて、でも 24D は、24D も 7D も別にいいかなと思って、ミミの使ってて 4D で全然サラサラになるし、と思って。ちょっとこの温まるのが遅いんですけど、めちゃめちゃストレート綺麗になるので、私はめちゃくちゃおすすめです。次！こちらマジで、本当にね、おすすめ。ガチでおすすめ。じゃん！ベイビーモテコンのベイビーフェイスを私は使ってます。カラコンでございますね。このカラコン。ちょっと前髪長いから見えにくい。このカラコン。本当にみんなによく聞かれるの。インスタとかも、TikTok とかも出すと、カラコンどこのって絶対1個コメント来るんですけど、今日もね、投稿したんですけど、その時に。もう聞かれたんですけど、ベイビーモテコンのベイビーフェイスです。ちょっと大きいんだけど、私的にはめちゃくちゃいい。大きいの好きな方にはおすすめです。9個目ですね。9個目は、ちょっと靴で、もう本当にいっぱい履いてるから汚いんですけど、じゃじゃん！こちらです。ちょっと汚いのは許して、ちょっと拭いたんだけど、まだめちゃくちゃ汚い。じゃじゃーん！こちらです。これはね、ショップリストで買ったんですけど、今、タイムセールしてます。40% オフですね、今。アイラドールっていうブランドのお靴なんですけど、こちらね、マジでいいのが、本当に履きやすい。ヒールが、こう、斜めになってなくて、まっすぐで、こう、高さを持ってくれるから、めちゃくちゃ歩きやすいの。で、私がこれお友達におすすめして、お友達も全く一緒の買いました。そう、全く一緒の買って、服もお揃い買って東京行きました。めちゃくちゃ仲良しでしょ？そう、本当にこれおすすめ。それぐらい本当におすすめ。とにかく歩きやすいし、めちゃくちゃ、スタイルが良くなる。今から足出すじゃないですか。ちょっとこれ、足首隠れるやつだから、短パンとか、ショーパンとかに合わせたらめちゃくちゃ可愛いと思うので、ぜひ買ってみてください。今はですね、セールもやってて、2808円で売ってます。このタイムセールがいつまでなのかちょっとよくわかんないんですけど、通常価格4680円だって。2000円も安くなってるよ。まだやってるかわかんないけど、気になった方ぜひ買ってみてください。ショップリストです。はい、では次最後 !10 個目こちらでございます。せーの、じゃん！よく、モーニングルーティーンとか、見てくれる方にはわかるかもしれない。パジャマでございます。ジェラピケのパジャマでございます。
あのですね、もこもこすぎて本当に最高。あの私こういうもこもこ本当は苦手だったんですよ。だからいつもこういうなんていうの、こういう薄いロンティでいつもパジャマにしてたんですけど、なんかフードあるからちょっと寝にくいとかは気になる子はいると思うんですけど、私ももともとそうだったんですけど、全然大丈夫だと思います。私気にせず寝れました。私が気にならない、もともと気にならない人だったのかもしれないけど、全然気にせず寝れました。しかもなんていうの、本当にモコモコで触り心地がいい。だから今から夏じゃないですか。だからもうちょっとなんていうの、モコモコ抑えめでジェラピケでいいのあったら買いたいなって思ってるぐらい、このパジャマ可愛い。たまたま耳も同じ、全く同じ色の買ってました。だからなんかお揃いみたいな感じになってちょっと気まずいんですけど、本当にたまたまなんか別日にママと相談してたらなんか全く被ってたらしい。ということで最後はパジャマでございました。はい、ということで私のおすすめのもの10個紹介したんですけど、多分何個か動画でおすすめって言ってるものもあったと思うんですけど、本当に全部おすすめなので、ぜひ皆さん気になったら、特にこの靴、この靴は本当におすすめなので、あと今セールもやってるのでちょっとぜひ見てください。 あとこのティルティル化粧品もおすすめです。本当に今紹介したのは全部おすすめです。はい、ということで今回は最近買って良かったものベスト10でした。ぜひ皆さん気になったものあったら調べてみてください。はい、終わりたいと思います。せーの、おはそー、バイバーイ。もうずっとお腹が鳴ってる。